いつもご視聴ありがとうございます。10月開幕となります。 SBI 証券10月フライング G 校初日やっていきましょう。動画の内容はこのようになっております。動画の前半でスケジュール確認、閑散期です。初日勝負の銘柄が大半となるでしょう。取得にあたっては目先だけではない考え方が重要です。動画の後半では全対象銘柄、10月5日現在対象確定銘柄全てを収録しています。初日から行くべき銘柄やわずかですが追加されたら行くべき銘柄も収録しています。追加の可能性や競争率を加味した評価を行っております。初心者さん向けコンテンツ入門動画を整備中です。入門と言いながらも深い部分まで理解できる動画に仕上がっているかと思います。ぜひこちらもご確認ください。初心者さん向けクロスガイド、フライングクロスの解説動画も完備しております。説明欄よりご確認ください。それでは行きましょう。まずはスケジュール確認です。10月権利銘柄は、10月7日19時から、SBI 証券フライング G 校初日がスタートします。役場日は10月8日火曜日、10月29日が権利付き最終日となり、10月30日が16営業日目になり、ここで強制決済となります。通常初日は翌日火曜日、10月8日19時から。この手順ですと、15営業日目が権利落ち日にあたりますので、現渡しまで可能となります。10月8日の20時からは、マネークス証券フライング G 校初日でもあります。SBI 証券が19時から、マネークス証券が20時からになります。そのため、SBI からのカバーが可能です。10月のマネークスでは例年、省エネ食品、ロックフィールド、ギフトなどが対象となる場合が多いです。これらは SBI や SMBC 二行証券でも対象となっている銘柄のため、マネークスだけにある優位性はそれほどないでしょう。9月は弱い状況でしたが、10月は再度注目、大当たり銘柄がある可能性も否定できません。貸し株日数は、フライング G 行が23日間、通常 G 行が22日間となっています。コストの段差は発生しません。したがって、通常を待つ意味はないでしょう。初日から行くべきであると言えます。10月対象銘柄ですが、10月5日時点で確定している銘柄は、重要銘柄です。昨年実績を見ていきますと、12銘柄でした。昨年とほぼ同じ水準です。追加の可能性はこれだけを見ると、そこまで高いわけではありません。銘柄ラインナップとしては、定番の銘柄ばかりです。一応長期対象銘柄も入っていますが、これも SMBC 二行証券などでカバーできるものばかりです。SBI 証券に特化したラインナップは現状見られません。ここまで8月9月は、途中での在庫追加や最終解放を狙うことができました。しかし閑散期の10月、同じように狙うことは困難です。最終解放がないわけではありません。数は圧倒的に少なくさらに競争率が段違いです。まず勝てません。したがって一部の銘柄を除き、初日勝負が大半と考えていいでしょう。取得に関しては、目先の利益だけではなく、長期認定を含めて考えていく必要があります。いずれ長期認定が取れた時には、他よりも圧倒的に有利になってきます。今回はあまり利益がなくとも、長期を見据えて取っていく戦略が有効です。当チャンネル、全銘柄評価の注意点、算出条件はこのようになっています。評価の基準、フライング実行判断はこのようになっています。合わせてご確認ください。それでは見ていきましょう。対象確定銘柄すべて。対象未確定銘柄は、過去の実績をもとに予想しています。フライング実行と通常実行を並べて表示しています。コスト差はほとんどありません。長期がある場合とない場合で評価は異なります。トップカルチャー。評価は S としました。対象未確定銘柄ですので、現在は対象ではありません。優待廃止になる前は、対象となっていた実績があります。今回優待が再開されたことで、再度の対象入りとなる可能性はあると考えられます。要チェックの銘柄です。金本巴工業。評価は E としました。F 実行の必要はないでしょう。いずれも、長期が条件の銘柄ですが、
金本は年4回基準日で認定が現実的ではなく、巴工業は非対借銘柄。4月の記録が鬼門です。いずれも単元以上が条件とみられ、認定は簡単ではありませんので、評価は低評価となります。HIS 評価はいいとしました。F 実行は必要ありません。そもそもの実行価値がありません。ヤフオクで200円程度で買える優待のために400円のコストを支払うというのは意味がありません。ここに関しては販売市場が完全に値崩れしていますので、必要であればそちらから調達した方がいいでしょう。泉州電業評価はいいからBとしました。長期の有無で評価は異なります。 F 実行が必要な可能性は低いでしょう。長期がない状態であればここから実行するメリットはありません。長期があればここからでもそれなりに利益が取れますが、それであっても利回りとしては低め。長期としては強いため、ある程度コストを積んで記録させることは有効ですが、今すぐにといったようには見えません。神戸物産評価は D から B としました。 F 実行が必要な可能性は低いでしょう。長期がなければほぼ実行価値はない銘柄です。10月で唯一追加に期待ができる銘柄で、最終含めて追加には期待が持てます。したがって現在のコストでは対象とならなくとも、最終付近では十分に実行価値を持ちます。今からすぐに行くべき銘柄ではありません。ギフトホールディングス評価は B から A としました。 F 実行が必要な可能性はありそうです。まず長期があればここでも絶好期と言えます。そしてその長期認定の足がかりとしては、ほとんど利益が残らないここからでもやる価値はあります。認定後は非常に甘い銘柄でもありますので、利益度外視で基準日を買っていくイメージでもいいでしょう。貸借も地味で精度も甘いとは現状考えられません。トーエル評価は B としました。 F 実行が必要な可能性は非常に高いでしょう。比較的レアな銘柄で商品系、かなりの人気となりそうです。さらに500株必要なのも鬼門になりそうです。初日勝負は間違いないでしょう。学上評価は B としました。 F 実行が必要な可能性は非常に高いでしょう。約定株価によってはほとんど利益が残らない可能性もあります。利回りが低くともクオカードというだけで取られます。まず初日勝負は間違いないですが、何としても取りに行くべきかと言われれば微妙なところでもあります。ハミー評価は A としました。 F 実行は必要な可能性が非常に高いでしょう。制度信用がずっと停止状態です。そうなると実質非貸借で SBI 限定となってくる可能性もありそうです。しかは低めですが、このラインナップでは決して悪くありません。実行価値としては上位の位置づけとしました。ロックフィールド評価は S としました。 F 実行が必要な可能性は非常に高いでしょう。再追加に期待が持てなくはない銘柄ですが、そこまで大きな期待はできません。利回りとしても10月では上位級、迷う理由はなく初日から行くべき銘柄でしょう。松園食品評価は A としました。 F 実行は必要な可能性があります。コストを見ると非常に重く映ります。したがって敬遠される可能性もありそうです。しかし早い段階で枯れることはほぼ間違いないところ、基本は初日勝負になりますが、数日遅らせるだけでも結構なコスト低減効果が得られます。在庫を抑えながら在庫状況によって実行を決めるのも有効でしょう。追加の期待はあまり持てません。萩原工業評価は S としました。 F 実行は確実に必要でしょう。10月では暫定トップです。当然初日勝負は間違いないと言えます。再追加の期待も薄いですし、ここは迷わず初日から行くべき銘柄になります。以上、今回は SBI 証券10月フライング実行初日やっていきました。最後まで見ていただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。